国際赤十字赤ニーツ記者連盟が新型コロナウイルス感染と関連する物品の対北制裁免除を申請し、国連がこれを承認した。新型コロナウイルスと直接関連のある初めての免除措置となる。イフルクは25日、ホームページを通して、国連安保理リ対北制裁委員会が去る24日、 新型コロナウイルスと関連した装備を北朝鮮に送るための制裁免除要請を承認したと明らかにした。なお、イフルクは支援福祉関係者らが各地域の医療人と協力し、新型コロナウイルス予防のための検診を支援し、個人衛生のために努力していると伝えた。